よっちゃんお願いします。ありがとうございます。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先で、あとでやってますね。6、7、まあそうやね、そのデッキやと高校の方がちょっと動きやすいかもしれない、ね、まあハンドによるっていうところかな。ほいほい、うん、なるほどな。そしたらからで、よいしょ、よし、じゃあお願いします。はい、お願いします。カモン、ウィン、1枚引きます。ドロー。シールド戦かな。いい引きですね。いや、そちらもなかなか。ネストボールから、はい、山札にある種ポケモン1枚、ベンチに出します。はい、これだとそうだな、ラティオスベンチに出していこうかな。はい、シールド戦かな。シールド戦かな。じゃあラティオスベンチに出します。で、この番号はちょっと待ってなかった。お願いします。はい、で、じゃあそうだね、ミステリーエネルギーをミュウツー GX に手割りします。はい、で、これで終了かな、一旦。なるほど、1枚いきます。はい、よいしょ。外交ベンチに出しますね。どうぞ。で、エネルギーを外交にしてようかな。はい、で、PPMAX で、はい、どうぞ。上から6枚見て、基本エネルギーがあったらベンチの種ポケモンにつける。はい、お、じゃあ1枚あったので、うん、外交につけます。はい、どうぞ。前のライコに軽石も出して、うん、これで N を作ります。よかろ、6等大丈夫か。はい、あー、ミグチュウちゃった。ピカチュウベンチに出します。まあまあいいや。で、このワンライコが来たけど、まあ、しょうがないかな。じゃあ、とりあえず、ここだよね。はい、じゃあ、トコロク雷鳴で30ダメージ。はい、一生追加効果はあるけど、まあ、トラッシュに押してトラッシュに雷エネルギーがあったらベンチにポケモンにつける。じゃあハイパーボールから。はい、リーディそのデッキ内ネクロスマジック刺さらんと思うんですけど。いやー、刺さらんかな。で、ここはカプテテフ GX 回収します。はい、テフ回収しまして、で、まだ治療ですね。はい、で、回収して、そうかな。じゃあ、次元の谷を張ります。はい、お互いの超ポケモンが使う技に必要なエネルギーが1個減りますよと。はい、で、じゃあ、カプテテフジ、カプテテフは、カプテテフはい、出します。はい、で、あと光るミュウも出しますね。いろいろ入ってますね。で、この状態でカプテテフ GX だね。じゃあ、特性ワンダータッチになります。はい、手札からベンチに出した時に山札から、サポート1枚手札に加えますと、好きなように。これだとじゃあ、このミステリーエネルギー1枚をラティオスに手張りして、はい、で、じゃあプラタンだね。プラタンで上から7枚引きます。なるほどな。あんまりピンがない、残ってないことないので。じゃあ、これで、下の技超吸収次元の谷の効果に使えるようになってます。はい、相手に60ダメージ。60で、このポケモンの HP 30回とやったぜ。お、今回ですね。はい、終わり。はい、1枚引きます。ピカチュウに雷エネルギーを手割りします。うん、で、進化させておこうかな。大腸 GX。 お、SR いいね。じゃあ、バトルサーチャーで、はい、大腸トラッシュの N を持ってきて、そのまま使います。はい、よいしょ。いやー、さっきプラターンで引いたから見事に全部使えなかったんで。よいしょ。はい、じゃあ6枚。はい、6枚引きます。いいカード引きましたよ。バトルコンプレッサー。はい、どうぞ。山札から好きなカードを3枚トラッシュ。はい、レギ落ちに怯える日。ビクビクっていつ使えなくなるんだろう。じゃあ、ここ3枚で。あずさ、はい、カメラカメラ。で、カットお願いします。はい、レベルボールで。はい、どうぞ。はい、HP90 以下のカードでピカチュウ持ってきます。はい、もう1回ぐらいカットしてもらうかもしれない。はい、お願いします。で、ピカチュウベンチに出して、タネポケモン出たんでね、PP MAX。 どうぞ。3、4、5、6、7、8、9、10、あ、ないです。はい、ちょっと欲張りすぎた。はい、はい、じゃあここまでやって、じゃあトトロクライメで、はい、また30ダメージ。はい、今度は30ダメージプラスと、トラッシュにエネルギーがあるので、これを自分のベンチポケモンにつけられるので、じゃあライチュー GX に、はい、エネルギーをつけて終わります。お願いします。
と、じゃあそうだな、こだわり端巻きつけとこうか。はい、こだわり端巻きつけて、じゃあトレーナーズコスト、はい、上から4枚抜いて、トレーナーズを1枚抜いて加えますと、これだとそうだな、回収はなしで大丈夫です。はい、わかりました。回収なしで、手まだいじります。はい、回収なしで大丈夫。一応ブロワーで軽石トラッシュしとこうか。はい、軽石トラッシュで、じゃあプラットとかねつけます。はい、じゃあこのまま超吸収で落とそうかな。あ、60ダメージで一応30回出しましょう。で、最後1枚残りました。そしたら、うちが前に出すは大中で、はい、はい、前に出します。どうぞ。1枚します。はい、そしたら一応打てるように出しておきたいかな。手張りを、トライチュー GX に取りまして、プラタノクで使います。はい、さあ、ハチマキを引きに行く。ハチマキの恐怖に怯えろ。レベル5から。はい、どうぞ。ただ、しかピカチュウがまだ、はい、じゃあピカチュウを持ってきて、よかったら、はい、これでいきます。ドッカーピピマックス。はい、どうでしょう。ボールを加えて、うん、どうしようかな。でもバチアカンの道じゃない。じゃあベンチのピカチで。はい、どうぞ。お願いします。で、これが出します。 OK、はい、じゃあこだわりハチマキを引いたのでつけさせていただきましょう。はい、これで、じゃあ技雷を使います。はい、160ダメージでハチマキの効果でプラス30で、190で季節と、はい、します。で、このポケモンにも自称で30ダメージ。はい、ではお願いします。じゃあまあ光るミューからかな。1枚引きます。ドロー。こちらか。はい、はい、はい、なるほどね。ネストボールから、はい、山手のリアルタネポケモン1枚ベンチにいたします。ナスでは、ミュージックスからしますと、で、まだ1枚引きます。で、ベンチに出しまして、カットお願いします。はい、すみません。で、それなんか使います。上から4回、1、2、3、4と、これか。下り端巻き回収で、おーい、ちょっとおーいって。で、端巻き目打ち GX につけて、はい、で、この状態でそちらのサイドが4枚、4枚、こちらが5枚。ここ師匠エリートトレーナー使います。お、エリートトレーナーN じゃないよ。光るミュースタートした時、確実に先にサイド取られるなって思ったら、なるほどね、30だから入って。じゃあこちらの6枚ですね。はい、違うところから準備できていればというか、3枚で6、3、4、5、6と、なるほど。じゃあこれだとミステリーエネルギーをつけて、はい、で、じゃあこれでこのまま伝説の導き使います。はい、山札にあるエネルギーを2枚まで自分のポケモンに好きなようにつけると。エネルギー、エネルギー、だから特殊エネルギーでも大丈夫。特殊エネルギーまでにサーチしてつけられる。強い超エネルギーとミステリーエネルギーを手前に入手して X につけます。はい、で、何をお願いします。じゃあこれで終了。はい、じゃあ1枚引きます。どうぞ。じゃあベンチのピカチュウをライチュウ GX にします。おー、HR うぅうぅって、手張りをそのままそのライチュウ GX に。で、プラタノで、はい、大丈夫でしょう。1エネキってここに出しますね。はい、どうぞ。で、前にライコを出して、それで HP ですね、30秒で、うん、じゃあこれで、トドロくらいで30ダメージで強させます。で、エネルギー1枚を2ビームついてるから、何かこっちに戻しておこうかな。はい、はい、じゃあラッキーを使うかな。はい、1枚、はい、1枚引きます。はい、こちらか。じゃあ光るミューも1枚ベンチに出しとこうか。はい、出しといて、ここで手札は、手札はね、いっぱいあるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、8か、確認しますね。はい、じゃあ絵で使います。はい、
はブレイクスルー使います。はい。前に3点。で、相手のベンチポケモン1匹にも30ダメージ。なるほど。その30ダメージはね、はい、ここにしようかな。ここに。じゃあ、60かな。うん。で、はい、1枚引きます。よいしょ。ちょっと確かめましょう。そうです。手張りピカチュウ。はい。ちょっと渡していただきまして、スタジアムを張り替えさせていただきます。はい。ネギの大会。で、効果使って HP を30ずつ回復。これで、じゃあ技トトロクライムで30ダメージ。ブラッシュの雷エネルギーは、大事につけておこうか。はい、どうぞ。一枚引きます。どちらか、はい、はい、はい。現代の2回だか。振り返って、プラスの中津かな。はい。まず、超エネルギーで大事なんです。はい、超エネルギーを手配します。手張りして、そうやな、じゃあこのままブレイクするだね。はい、もう一回前に3点で1、もう一回ここに3個と歴史を繰り返す。はい、はい、はい、1枚引きます。よいしょ。ラチが分かんな倒しに行ってしまおう。ライコンに入ります。うん、で、先に使っておいた方がいいかな。一応使っておこうかな。じゃあ N で、はい、フロアで後ろのこだわり、ハチマキと次元の谷を迎えさせていただきます。これで、逃げねきってライコン逃げるよ。はい、どうぞ。で、後ろに下がってこだわりハチマキ60になっちゃってるからな。じゃあこっちのライコン中 GX を出して、はい、よいしょ。一応あんま関係ないんだけど、そのまま倒せるし、一応じゃあパワフルスパークを使います。はい。自分のこのポケモンについている雷エネルギーの数 ×20 ダメージ追加なので 1,2,3,4,5,6,7 個追加で、140,160 ダメージです。はい、押します。はい、じゃあ1枚。はい、困ったな。まあ一応最高ブレイクで落とせるのか。1枚引きます。はい、こちらか。はい、こちらあと150。はい、じゃあ2個玉をミュウツー GX につけて、はい、でこれでハンドが3ポイント。はい、バトルサーチャーでここはちょっと N を打たせて、はい、N で使います。はい、はい、で、私何個もしばらくなるほどな。じゃあこれでフルバースト使おうかな。はい、このポケモンについてるエネルギーの数 ×30 ダメージ。 1,2,3,4,5,3,150 ダメージ。2個玉で150なので210。はい、終わり。したら前に出すはとこちらの話題中 GX。 はい、はい、で終了です。で、じゃあ1枚引きます。はい、よいしょ。くぅー、1オピミマックスの時ですね。1,2,3,4,5,6 もう勝ち負けがないもんよ。ないでーす。はい、で、カットお願いします。 OK。 そしたら技を使っていきましょうかね。じゃあ GX 技使いますね。はい、ボルテール GX。 はい、120ダメージを与えて、はい、さらに、相手のバトルポケモンを麻痺にする。確定で麻痺と。はい、それで動けなくさせる。強い。終わりますね。止まろう。待って、逃げる手段がないんだが逃げれないんだもんね、軽くしつけても。ミステリーエネルギーだもん。ちょっと待ってよ。あ、このデッキアセロラ入ってねえんだよ。そういえばアセロラ入ってないんだ。あー、積んだかな。終了で。あ、はい、じゃあ1枚で、はい、じゃあ雷で、はい、落ちます。ダメージと。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。